はい、はい、どうも、はい、水溜りボンドです。お願いします。お願いします。毎日動画頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。カントです。トミーです。お願いします。マリモです。はい、マリモです。どういう声だっけ、マリモ。マリモすぎ。自分で自分でそんな声で言うの。トミーさん、マリモ役今日頼む。オッケー。じゃあもう一回挨拶、すみません、はい、なんかまとまりなくガーって挨拶になっちゃったんで。はい、はい、どうも、はい、どうも、水溜りボンドです。お願いします。お願いします。毎日を頑張っていきましょう。はい、カントです。トミーです。マリモすぎ。声変わってない。声変わってない。なんで変わった。これで行こうって言って声変わってない。うん、いや、はい、ということで、うん、北海道から来てます。はい、マリモのご飯って書いてあるわ。はい、はい、なんか取り寄せたのね。そうですね。おお、見て見て、こういう感じだ。そうなんですよ。今までね、使ってたマリモのご飯これだったんですよ。目薬みたいな感じの味なんだね。はい、で今でかくなったと。はい、じゃマリモのご飯を、はい、まあ、平らに買ったんで、はい、大きくなるマリモのご飯。はい、これ何を、なぜ買ったかっていうと、はい、あの動画を撮って、うん、まあ1ヶ月ぐらい経ちました。そうだね。変わってないんですよ、マリモがね。でね、調べたらね、うん、変わらないんだって。え、ずっとずっと変わんないのこれ。年間で1ミリとかなんて。だからイメージに騙されてるんですよ。いや、お前がな。な、俺が騙されたみたいな。じゃあマリモっぽい服着て。いや、俺マリモっぽい服、マリモに隠れられるような服。マリモの中に泳いでたらトミーわかんないから今で。と思ってこれ着てたら来たのに。でね、うん、おかしいじゃねえかと。え、マリモそんな大きくなんないの。この大きさでこれ何って。マリモのデスクトップにお前はこの大きさであってほしいっていうのが。これとは別のマリモ。じゃあそうだね。フリー素材のマリモ。フリー素材のマリモです。じゃあマリモくさ、このくらいの大きさになるんじゃないの。いや、だと思うじゃん、うん、あれ突然変異ぐらいのやつなんて。え、なんか結局マリモってもう丸めてんだって。誰が。 おじさんが。おばさんが。おばさんか。うん、で、この液を上げると、うん、多分伸びてって、それをまとめなきゃいけない。誰が。おじさんが。あ、おじさんがね。おじさんが。そしたらでかくなるの。で、なるほど。調べた結果、大きくなるマリモの。はい、プロテインみたいなことです。なるほど。だから僕はもうこいつらを無理やりにもでかくしよう。マリモを肥大化させるやつなの。はい、らしいんで、はい、水を変えた時に数滴入れるだけ。はい、ちょっともう入れてなかったんで入れたいと思います、はい、でもね、この数だから、はい、結構入れていいと思うんですよね。こんなもんですよ。めちゃめちゃ入れるじゃん。大丈夫。大丈夫です。絶対だって今もう元気に緑色だもん。今のところはね。味変になっちゃうよね。大きさ、サイズ、大きさについてあんのかな。え、興味を失ってる、マリオに対して。そうね、もう別に、だって大きくならないって言ったらうちの子じゃないよ。じゃあ大きくなるから大丈夫。あ、なんで1個だけ大きくする方法あって、うん、全部で1個にするっていうか、ね、ですね。それは最終的にやるから。うん、でも俺今見て思ったんだけど、ちょっとピーさん寄ってきて、うん、でかいのもいるぞ。でかいのと小さいのもあるじゃん。それ俺が買い足したやつなんだよね。ちょっとあいつ写して。あいつ企画成立させるためにでけえの買い足してるぞ。いや、違うんだ。いや、やべえなって思ったってこと。いや、あのね、もっと言うとね、大きいマリモも来るよ。ちょっとこいつ、こいつの顔をグッと撮ってくれ。こいつの顔をグッと撮ってくれ。こいつの顔をグッと。今言ったら許されるかなと思って言ったんです。お前、いや違う、でかいの出そうとしてるんだよ。これはドッキリだったら言わないです、うん、その、でかいって。でかいのは普通だから、なぜかって。逆にドッキリですから。俺からしたら。これを買ってシャトーブランド買って育てないっていうドッキリを受けたと思って。これなんかね、そのまあポジション的に買ったじゃん。でかくなんなきゃいけないなって思ったわけです。まあだから俺もさっき言ったように、もう後輩を含めてでかくなんないやつはうちの子じゃないからね。いやだからでかく俺はしないと捨てられちゃうから。俺のマリモが。だから気づいたら2個ぐらいでかくなってたら、多分トミーも、あ、なんか、何発か行くんだみたいな。頑張ってんなって。コメントとかでも来ますよ。
リップとかでも、うん、なんかマリモどんくらい育ちましたか。あ、それはそうだよね。だからそういう日常にしてくださいって言われるもん。劣等感がすごいんだよね、その。あ、そう、聞かれちゃってるというね。そうですね。留学行って帰ってきたけど英語喋れないみたいな。あー、いるよね、多分、ね。どうなん、どんぐらいトイック上がったのって。まあまあまあ、意外と俺頑張ったんだけど、上がん、え、何あれみたいな。留学先、留学先で意外と日本人と仲良くしちゃって、ね、そうそうそう、ですごい最初寂しくてその期間我慢できなくて日本人と友達になっちゃって全然英語喋らなくて人ね。だからそういう時はもうだから、あ、まあ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 英語ちょっと喋るようになったよって言うやつ、ね、ただね、トイックとかだとあの点数に出ないんでね。ああ、そう、そのネイティブのやつ学んじゃったせいで、うん、そのトイックとかじゃないんでねっていう人になっちゃってる可能性ある感じになってるね、今ね。マリモ買うって言って買って、うん、これ大きくなるからって言って説明して、うん、自分の部屋に留学させて、うん、あの俺らの企画に戻ってきた時に全然大きくなってないっていうのを危惧したのね。そうです。まあでも大きくなるけどね。ちょっとマリモに気持ち聞いてみる。え、マリモってさ、マリモ的にはさ、お前大きくなってない自分のについてどう思うの？大器晩成。なんか村長みたいな、ここの村長みたいなやつが、あー、こっから大きくなるよみたいなね感じ。その通りー。ちょ、お前じゃないやつの、お前じゃないやつ出して。ご飯美味しすぎー。さっきのやつ。あー、さっき序盤のやつだ。なに、君はさ何センチまでなんの？2センチー。本当は1センチー。そのままじゃないか、じゃあ。でも大丈夫。あー、やめて。この声のせいで怒られそうじゃない？お前がやったことが本当にこいつの声みたいな感じになってなんかコメント欄でかわいそうみたいな子供とかが見たらなんで嫌がってるのに水の外に出すんですかって。ごめんね。マリモってあの植物ですからね。そう、うん、マリモごめんね。でも大丈夫、気にしてくれてるわ。これで水も返ってくれるよね。噛んだよね。噛んでない。本当は噛みました。はい、ということでね、はい、この肥大化させる薬も入れつつ、はい、どうやら簡単新しいマリモを買うみたいです。それは触れないでください。あ、この動画を見てない人からしたらマリモデカになったんだなっていう気持ちでやってください、うん、はい、ということで、はい、じゃあ日常でした。ありがとうございました。マリモが見えないな。うん、もうでも見えたらバレちゃうから。なんで？小さいの。いいんだよ。いいんだよ、それは。